今日はキャッチャー中村でいけよ。何考えてんだ。大谷と前回組んでたからだろうな。ピッチャーとの相性で決めてんじゃない？第2先発になったら交代しろよ。前回今永と中村組んでただろ。いやまあそれ言われちゃうとね。打率6割でいいリード見せたのにスタメン外されたらあと何すりゃいいんだよ。教えてくれよ。ハイには国際試合の経験があるからね。経験が一番重要なら里崎か城島に正捕手やらしとけよ。ハイより2人のが守れるってことだろ。引退してるし多分それはないんじゃない？多分だけどね。